ルノーメガール CC カルマン、正式社名、ビルヘルムカルマンは、ドイツはオスナブリュックの自動車仮想会社。2009年4月9日カルマン社の倒産が発表され、関西人監督下で再建に努めることになった。オスナブリュックのカルマン社1874年に、ドイツのオスナブリュックに創立していた、馬車製作会社クリスチャン・クレイギスを1901年8月1日に、 ビルヘルム・カルマンが買収契約を行ったところに始まる。買収時には社員15名と盾や二棟を引き継いだが、社名は当初はまだワガンファブリック CHR ・クレイギスだった。1901年時点馬車を作っていたカルマン社は次第に自動車の仮装を手掛けるようになる。1902年には自動車として最初のボディ製作をハンドメイドで行った。 1909年製のハンティング用馬車は現存する馬車の中で当時のカルマン車の高品質を示すものとされる。1920年代には自動車業界での仕事が増し、アドラー、AGA、ビューイック、シトロエン、クライスラー、シボレー、FN、ハンザ、マンネスマン、ダイムラー、オペルなどがカルマンにボディ製作を依頼した。1924年、 デトロイトを訪れたビルヘルムは、アメリカ自動車産業の大量生産による標準化に感銘を受け、従来型工房から大量生産技術への移行を図り始める。従来の木製ボディは、ハーフスチール製そしてオールスチール製となり、1930年半ばには、シートメタルのプレス技術へと移行していった。1930年代初頭のカルマンでは、 バウハウス創始者の一人であり、設計者でもある著名な建築家のバルタ・グロピウスによりデザインされたボディをアドラースタンダード8に仮装し生産していたこともあった。一方、カルマン社内デザイナーもアドラー以外にフォードやハノマーグなどに仮装を行った。1932年には従業員は150人となりアドラープリマスクーペを日に16台生産するまでになる。 1939年には従業員800人で65台を生産した。第二次世界大戦により工場は壊滅。1949年にフォルクスワーゲンとの共同事業で同社タイプ1のカブリオレを生産し大成功を収める。カルマンギアカブリオレイタリアギア社との合作であるフォルクスワーゲンカルマンギアを世に送り出した。発表までには 構想から4年の歳月を要したが、これによりカルマンの名は世界に知られることとなる。1952年にビルヘルム・カルマンの死によりその息子ビルヘルムが経営を引き継ぐ。カルマンは、その歴史を通し、オープンカー製造のスペシャリストとして有名である。近年も2000年代には、クライスラー・クロス・ファイヤー、フォルクスワーゲン・ゴルフ・カブリオ、フォルクスワーゲン・ニュー・ビートル・カブリオレ、 アウディ A4 カブリオレ、メルセデス・ベンツ CLK クラスカブリオレ、ルノーメガーヌ CC、日産、マイクラ C、C、インフィニティ G37 などを手掛けている。また、馬車の制作も引き続き行われている。VW1303 カブリオレ VW ポロ GT、コンバーチブル馬車を制作していた、カルマンのキャンピングカー制作の歴史はそれほど古くない。 1973年休暇で南アフリカ滞在中だったビル・ヘルムがユルゲンス・オートビラに出会う。ユルゲンス・オートビラは南アフリカのトランスファール、ケンプトン・パークで1952年創業のコーチビルダー、ユルゲンス社がフォルクスワーゲンバスの当時のモデル T2 に仮装したキャンピングカー。運転席を残し B ピラーから後ろのボディを取り去り運転席上部に追いかぶさる。 大きなバンク部分を含むコーチを新たに仮装したもの。これに感銘を受けたビルヘルムがユルゲンスからライセンスを受けて1974年にライセンス生産を開始。カルマンモデルはバンクなしだったがその他はインテリアも含めユルゲンスモデルと同等仕様だった。1980年 VW マイクロバスは T3 プラットフォームになり社名はカルマンジップシーとなる。バンクベッドが付き、 一部装備も時代に合わせてアップデートされたが、インテリアの基本的デザインなど従来からのユルゲンス仕様が引き継がれた。T4 プラットフォームでは当初ジップシーであったが、5、カルマンコロラドとなり、現在 T5 プラットフォームベースでの製作販売が継続されている。その他に、フォルクスワーゲン LT やメルセデスベンツスプリンターなどをベースとしたカルマン車製キャンピングカーがある。 カーマン・デビス、カーマン・ディスタンス、カーマン・ミズーリ、カーマン・オンタリオなど、これらカルマン社製、キャンピングカーは、いわゆる並行輸入の形で、日本にも輸入されている。ありがとうございます。